どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。というわけで、今回もね、黄昏の森やっていきましょうってことで、今回はですね、黄昏の森の、なんだっけ、亡霊鉱山に行きたいと思います。ちなみにね、さっきちょっと録画なんかミスみたいなのが、なんか事故みたいなのが起きてちょっと進んじゃったんですけども、本当に3、4分進んだだけなんで、まあ、特にそんな進展もないのでね、まあ、引き続きね、亡霊鉱山攻略していきたいんですけど、モンスター出すぎなんだよな、これさ、上から行った方がいいのかな、なんか下から行くとさ、なんか、敵キャラばっか、うーわ、ちょっと待って、ゾンビがめっちゃいる。めっちゃいる、これ。うわ、クモもいる。クモもいるし、これ何グモ群れグモって書いてある、なんか。もうやばいな、これ。上から行った方が良さげな気がしてきた。上から行って、なんだっけ、鉱山っていうかダイヤモンドとかがあったら、まあ、それを奪っていくみたいなスタイルの方がいいのかもしんないね。ちょっと待って、来てる。めっちゃ来てるんだけど、クモ普通に。体力少ないから、まあいいんだけどさ。これあれだ。こっから上登ればいいんだ。こっからこうやって、雲が来てるかもしんないけど、とりあえず、登ってくる前に倒して、こう石を使ってね、登れば、なんか登れてないぞ、あいつ。なんで登れてない？痛いじゃん、痛い。なんで登れてないぞって言った瞬間登れてくんのやめて。ちょ、そういうのやめてください、ほんとに。ほんとに。痛い。たまに攻撃してくんのやめろ、ほんとに。こう、ちょっと待って、行きづらいな。よし、オッケー。ダイヤモンドがあればそれが欲しいんだけど、僕は。ダイヤモンドがただ欲しいという理由で、今こっちに来てますけど、亡霊鉱山だからさ、上の方行ったらさ、あれかな、幽霊出てくんのかな。幽霊っぽいのは今んとこいないけど、てかさ、この距離だとスケルトンも普通に当ててきそうだな、いたら。怖いな、それが怖い。で、チェストもね、なんかあっちの方にあったから、それも回収しに行きたいんだけど、なかなかそこまで行く勇気がないっていうね。鉄はいっぱいあるんだよね、鉄いっぱいあるから、どうなんだろう。とりあえずじゃあこれだけ回収しちゃって、ダイヤモンド、あった、早速あったわ。ないなーとか思ってたけど、あったわ。めっちゃすぐ見つかった、意外とすぐ見つかるもんだな、ダイヤモンド。さすがっすわ。さすが亡霊鉱山っすわ。これサイズさ、これ中かな？大中小っていうサイズがあるっぽいけどさ、どうやらここはあれかな？中扱い的な感じなんかな？そんなに大きくないよね、だって。めっちゃ大きいってわけじゃないし、これは中かな？一応。とりあえずダイヤモンドだけ回収して、どうしよう、大鉱山の方をちょっと探してみる一回。そっちの方がまあ効率いいかもしんないね。いきなりなんか中でさ手こずってるより大の方の鉱山行って、でなんかまあガッポガポですよみたいな感じでそっちの方がいいかもしんないね。鉄じゃない、ダイヤモンド1個しかない。ケチだな。ちょっとチェストだけ回収してさ、ちょっと違う鉱山行くか。チェストね、あるんですよね、こっちの方に。こっちの方にあるから、そこに行くには、まあ、勇気が必要だと。勇気があれば、何でもできる。後ろから来てる。来てる気がする。待って、オッケー。あー、雲、普通の雲とクリーパー。普通の、はい！オッケー。明かりを消すんじゃないよ、ほんとに。チェストだけ。ちょっと待って、クリーパーめっちゃいるんだけど。クリーパーなんか爆発させた方が早い気がする。はい。オッケー。で、これでやって、スケさんがいるな。スケさんがいるから、ちょっとこいつ倒しちゃって、オッケー。外したな。よし。で、チェストだけ回収して、逃げましょう、ここは。お、待って。あ、ナーガの鱗落ちてる。え？ナーガの鱗ってそんな簡単に出ていいの？そんな簡単にナーガの鱗って出していいやつなの？あ、てかこれもさ、あれだよね。確か装備になるんじゃなかったっけ？これなんか装備になるんじゃなかったっけ？これ、あ、これ鉄、これピッケで掘っていいやつ。これ、あ、いいのか。一応、取れなくもないけど、ちょっと金塊はいらないな。生きているね。これどうやって使うんだっけ？装備に。これ手でも普通に取れんじゃん。斧とかの方が取れやすいってやつかな、多分。じゃあ、一回戻るか。戻ってあれだね。亡霊鉱山探しに行きましょう。よし、じゃあ早速向かいますか。怖いな。あ、もう雲の声聞こえてきたし、横から。上の方からさ、ちょっと攻略していこうぜ。まあ、最悪もう、宝箱とか無視して、いいとこ取りだけ頑張ってして、あれだよね、逃げたいよねっていうところなんだけど、でも台の方になると確かね、幽霊の出る確率が高いんだっけ？なんかね、小鉱山とか、なんか中鉱山だっけ？なんかちっちゃいと、ね、幽霊のスポーンの確率が低いらしいから、だからなんかあんまり出にくい的なことは聞いてるんだけど、その辺はあんま詳しく分かってないんだよね。まあ、だからとりあえず上の方からまあ順々に攻略していければいいなと思います。あ、剣作ってくるの忘れた、やべえ。
剣作ってくるの忘れた。まあ、木の棒がね、こう手に入るからね。木の棒手に入るから最悪、作業台さえ作れれば、なんとかなる。あ、作れる。オッケーオッケーオッケー。大丈夫、大丈夫。よしよしよし。じゃあ、このまま下の方に向かっていきましょう。来た。来た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 。こっからだな。よしよしよし。この辺からじゃあ、攻略していきたいんですけど、でか。でけえ、とりあえずでけえわ。とりあえずでかいんだけど、もうちょっと下の方。どうなんだよ、もうちょっと下の方に行った方がいいのかな。ちょっと、下の方に降りていくか。ちょっとずつ。ちょっとずつ降りていくか。こんな感じで。そうすれば少し様子が見えるだろうか。ちょっとずつ下に降りてって、で、ダイヤモンドを探してガッポガポで終わりにするっていう、まあ、綺麗な終わり方でね。今日はね、締めたいなってとこなんだけど、なんかでかすぎるとやっぱり大変なんだよね。よし。はい。オッケー。うわ、待って、近くにスライムビートルいた。あんな間近にいんの。あそこまで近くにいられるとちょっと困るな。困るわ。飛ばされそうなんだよね、普通に。落下死とか普通にあり得る、絶対。お、こっちの方に行けば、エメラルド。いいね。エメラルドがあって、なんか他にないか、チェストがある。あのチェスト欲しい。あのチェストぜひ欲しいぞ。ちょっと画面暗いね。あ、待って、幽霊いた。幽霊いたし、ダイヤモンドあったし、どっちもあった。よしよしよし。どっちもあった。いや、幽霊いらないけど、正直な話、幽霊の方はいらないんですけど、ダイヤモンドを見つけたから、ちょっとそれを取りに行きましょう。ここまっすぐ行けば多分着くはず。ちょっと怖いな。丸石足りなさそう。丸石掘りつつ行かないと足らなくなる。こっちの方にね、ダイヤモンドの方も来たー。近くにあった、まさかの。まさかのめっちゃ近くにあった。よし、ラッキー。こんな近くにあると思わなかったわ。まず1個目の、あ、2個ある。3個もある。幽霊がいる。怖え。怖えよ。怖えよ、これは。これはね、怖いよ、普通に。普通に怖い。ちょっと待って。この辺からこう行った方がいいよね。よしよしよし。ちょっと、エンダーマンがいる。エンダーマンが、これ幽霊どのタイミングで襲ってくるかわかんないんだけど。じゃあ足場作って、よし、ゲットしましょう。ありがとうございます。これでちょっと装備を整えていこう。剣も作れるし、ツラシも作りたい。で、あそこにある、こっちの方にも、あれだっけ見えなかったかな、わかんないけど。あるかな。とりあえずこれで、OK だね。もう一個の場所行きましょう。よし、たどり着いた。よし、いただきましょう。ありがとうございます。安定だね。安定してダイヤモンドが取れていいね。7個、これで7個か。8個ぐらいだよね。よしよしよし。で、これで、ダイヤモンドは、剣とツラシとりあえず作れるようになったから、まあ、いいんだけど、他になんか装備、長装備を全身揃えるべきなのか、長装備って全身あんのかな？さっきなんかブーツ作ろうと思ったけどさ、なんか作れなかったからさ、ちゃんと全部作れるかわかんないんだよね。だから、そこもちょっと怖いな。ちょっと怖いわ。そして、普通にさ、下の方も行きたくない？下、まあ、完全に、死亡フラグみたいな感じになってるんだけど、死亡フラグ立ちそうなんだけど、下も行きたいからさ、ちょっと先に装備揃えてから、下に行きたい。そっから、冒険だね。うん。先にダイヤモンド。先にダイヤモンドからの冒険。そうしよう。その計画で行きます。今日は。今日はその計画で行きます。今日はって言ってるけど、もう時間的に結構やばいんだよね。録画時間だいぶ経っちゃってるんだよね、意外と。意外と経ってるんだよね。次パートの持ち越し、完全にありえます。はい。で、うわ、広。うわー。チェストいっぱいあるな。お宝が隠されてるに違いない。よし。じゃあ行きますか。よし、ちょろい。よし、ちょろいぞ。ちょろいぞ、ダイヤモンド。ありがとうございます。ありがとうございます。1、2、上の方に。ないか。なんかもうちょっとあればいいんだけどな。まあ、とりあえずダイヤの剣と、頭だけ作ったんで、まあ、これでね、ちょっと下からちょっと行ってみようかな。あ、なんかここに、あ、もはや入り口ができてる。あ、ちょうどいいわ。ちょうどよくなんか入り口っぽいのできてるから、こっから、行けるかな？ちょっとブロック持ってきた方がいいかな。なんか特にブロックがなかったんで、このまま突っ走りたいと思います。ウィッチがいる。早速めんどくさいって聞いた。早速なんかウィッチがいたんだけどね、毒飛ばしてくるとかめんどくさいからほんとやめてほしいわ。よし、倒せ、オッケー。モンスターハンター、なんで実績、なんか、リセットされてるんだろう。あ、ちょっと待って、やばい。やばい、なんか、やばい。カブトムシ、お前、バカ、カブトムシ、お前、マジであいつ。あいつ、覚えてるよ。なんか、持ってくるんでしょ。持つんでしょ、あいつ。
もうやだ、びっくりした、死ぬかと思った。あは、怖い。うわ、エンダーマン。エンダーマン。体力多いんですね。エンダーマンってこの体力多いんだね、地味に。知らんかった。ちょっとびっくりした、マジで。びっくりした。燃えてるし、コウモリ。よし、ちょっと上戻ってきた。ビンチビ、待って、ちょっと先にこれ壊そう。先に壊してから戦おう。よし、オッケー。あー、マジ怖い。いや、ちょっと待って、また掴まれた。また捕ま、ちょっと待って、また捕まれた。倒そう、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。あ、怖っ。怖あの虫。洞窟、うわ、洞窟雲毒になるやつじゃん。めんどくせえやつだ。洞窟雲は毒になるやつだ。ちょっと待って、チェストがあるね。チェストがあるか。うわ、ちょ、お前、いるいるいる。いるな、お前。レッドなんとか、レッドなんとかいるし、なんか、ウィッチもまたいるし、ウィッチめっちゃいない、なんか。2体目じゃん、お前。ウィッチなんでこんないんの？あ、なんか謎に木のぼうとした。ウィッチって木のぼうとすんだね。初めて知った。よし。はい。あー、ちょっと待って。やばい、こいつ強いやつだ。ちょっと待って。一回逃げよう。一回逃げよう、こいつは。スライムビートルはやばい。スライムビートル。あー、スポナーがあるじゃん、あっちに。スライム、ちょっと待って。弓はやだ。どっから飛んできてんの、ほんとに。あそこか。ちょっと待って。部が悪い、部が悪い。完全に部が悪い。部が悪すぎるだろ、スケルトンは。しかもあんなと、うわー、めっちゃいる、めっちゃいるじゃん、めっちゃいますやん、めっちゃいますやん、お前ほんとに。オッケーオッケーオッケー。あ、またお前いるし、結構距離、ちょっと、あ、ちょっと待って。オッケーオッケー。すぐ使われるこいつ、こいつすぐ使われるか嫌なんだよね。オッケー。危ね危ね危な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 、怖っ。休まらねえ、マジで。なんかエンダーマン怒ってるし、しかも。怒ってたし、エンダーマン。危な、マジで。怖え。亡霊鉱山怖すぎる。一回さ、スライムビートルの、スポナーをさ、怖そう。あれ怖い、恐怖。完全に恐怖、あれは。あれは完全に、待って、クリーパーが来てるんだな、これがまた。これがまたクリーパー来てるんだな。なんでこんないっぱい、なんでこんないっぱいんだよ。いすぎだろ、クリーパー。クリーパーいすぎだろ。あー、もう敵湧きすぎなんだって。あ、いい、さよなら。さよなら、オッケー。さよなら。さよなら、よし。このまま、壊しに行きましょう。壊しに行きましょう。怖え、マジ。亡霊鉱山恐ろしすぎる。よし、このまま行こう。このまま、ここを壊しちゃって、クリーパーだったか。スライムビートルかと思ったけど、クリーパーの、あれだった、スポナーだったのか。オッケー、オッケー、オッケー。まあ、でも壊せたから、よし。結果的にね、壊せればいいんですよ。で、スケさんがいる。もうスケさんがいるから、こいつは先に倒す。スケさん先に倒そう。うわ、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。いっぱいいる。いっぱいいる。5体ぐらいいる。5体はきつい。よし。コボルトは、まあ、コボルトは弱いからいいとして。はい。これどんどんさ、湧き潰ししていかないとさ、ダメだよ。徹底的に湧き潰しはしないと、あかんやつっすわ。うわ、どっからお前来た、どっからお前、どっから来た、ちょ待って、ちょ待って。よし、オッケー。どっから来やがった、マジで。お、女王月光、あ、これ確かあれじゃね、めっちゃいいアイテムじゃね、これ。これあれだ、知ってる、俺知ってる、これ。これあれだよ。光飛ばせるやつだよ、これ。勝ったわ。完全に勝ちましたね、これ。こうやって、右クリックで、なんか虫をね、ちょ、今、耐久値の直し方は未だにちょっと、まだ調べてないからわかんないんですけど、こうやって光源をね、飛ばすことができるんですよ。あ、ダイヤモンドあった。やったー、女王月光虫だ。これはレアだ。よし。だいぶ、亡霊鉱山楽になったんじゃないか。ってことで、ちょっと、まあ、今回はわちゃわちゃしちゃったんですけど、まあ、女王月光虫取れたことによって、取れ高が生まれたんじゃないかっていうことによって、一旦終わりにしたいところなんですけど、一旦終わりにしていいですかね。終わりますか。あ、待って、あいつが持ってるやつ、あれ生きてるね。使った装備じゃない。じゃ、次回あれ、ちょっと調べて、作り方分かったら、生きてるねのやつも、ちょっと作っていこうかなと思います。あ、便利だ、これ。どうやって耐久値回復するんだろう。ね、虫飛ばすってちょっと気持ち悪いけどね。ちょっと気持ち悪いけどね。よし、じゃあこれ開けて終わりにしましょう。うわ、変化の粉だ。変化の粉、あ、磁石だ。磁石もこれいいやつじゃね。というわけで、じゃあ一回終わりますか。ご視聴いただき、あ、てかさ、ホタル、回復できたりしない？あ、しないわ。しなかったです。はい。ということで、一旦終わりたいと思います。次回もよろしくお願いします。じゃあね、バイ。わ、虫だ。装備おかしいだろ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、
よろしくお願いします。それでは、じゃねばーい。